皆さんこんにちは。7月のハーモニアスニュースの時間です。今回はあまり知られていない浜織祭の歴史について学びます。そして茅ヶ崎の皆さんにとって生活に役立つ情報をお伝えします。まずは7月11日土曜日、茅ヶ崎市役所文庁舎コミュニティホールで開催された講演会、寒川と茅ヶ崎の浜織祭をご紹介します。今回の講演会は寒川町茅ヶ崎市広域連携事業として企画されたぞよ。まずは明治大学名誉教授玉室先生による講演です。この神輿の並ぶ順番ですね。で、主神は寒川神社ですから、これが真ん中に来る。その右側には必ず毎年ですけども、その岡田村の菅谷神社が並びます。それでちょっと離れて、鶴見八幡宮は別格として並ぶ。まあこういうルールがもう昭和15年にはですね決まっております。で、それまでこの鶴見八幡宮は、常に揉めるんであります。順番が違うと当然自分は主神と並んで、よろしいという発想と、1番2番というように他の普通の神社とはちょっと訳が違うんだということを主張しまして、で、若者同士ですから喧嘩をして警察沙汰になったこともしばしばあります。玉室先生に続いて桜美林大学講師の鈴木先生による講演が行われました。寒川神社の浜織祭というのは今は茅ヶ崎全域を含んだ祭りになっている。本来的に言えば寒川神社という神社祭祀の一つであったものが、まあ、今は大きな祭りまでに拡大してきている。普通みんなこの逆が多いんですね。だんだん減ってってしまうというのが主流なわけです。で、それが逆に年々大きくなっていく、参加者も大きくなっていく、まあ、そこがまず一つ大きな特徴的なので、まあ、この数を入れてます。講演終了後、玉室先生と鈴木先生がハーモニアスニュースをご覧の皆様にメッセージをくださいました。祭りをやるということはその地域の共同体が活性化しますのでね、盛大に祭りをやるということが必要なことですけども、その祭りそのものがこうレジャー化してきてる点ですね。本来やっぱりこう信仰と伴うのが祭りなんですから、そういう面がだんだん薄れてきてしまってると。もう少しその神社の歴史とか全体の歴史とかをもう少し調べていただきたいというふうに思います。茅ヶ崎の浜織祭というのはおみこしが渡御してみそぎをするわけですけども、必ずしも浜織祭というとみこしだけが海に入るんではなくて、みこしが入らないで、塩水を持ってきたりとか、砂を持ってきたりとか、それを祭りの会場に分けてお清めをする、笑いがある、そういう行事も浜織ですよっていうのと、まあここだけではなくして、まあ、日本各地に見られるということですね。私神社の役員やってて、このような詳しい話を聞いたことがなかったんで、今日は有意義な内容であったと思います。茅ヶ崎の浜織祭だけっていうことではなくて、まあ、浜織神事っていうのはなんか日本全国にあるということと、海の潮のみそぎっていうのが一番こう中心だっていうところが一番よく分かって面白かったと思います。マロも浜織祭の歴史や参加する神社についていろいろ調べたくなったぞよ。さらに今中海岸の茅ヶ崎文化資料館では企画展写真で見る茅ヶ崎の浜織祭を開催しています。興味深い資料がたくさん展示されているぞよ。こちらは昭和63年に発売された浜織祭の記念タバコぞよ。こちらは今から遡ること100年ほど前、大正時代の浜織祭の様子を伝える貴重な写真です。戦前、戦中、戦後と激動の時代、みこしを担ぎ続け浜織祭を守り続けた
地元の方々の情熱が伝わってきます。そして何よりも祭りを楽しむ子どもたちの笑顔がとても印象に残ります。茅ヶ崎文化資料館の企画展、写真で見る茅ヶ崎の浜織祭は7月26日日曜日まで開催しています。また寒川町にある寒川文書館では、ただいま企画展浜織祭寒川の記録資料からを開催中。貴重な資料が展示されています。こちらは昭和10年に撮影されたと言われている映画浜織祭の当時のシナリオです。ところが完成した作品はというと、今では確認できません。映画浜織祭は幻の映画として地元の人に代々語り継がれています。太平洋戦争真っ只中の昭和20年にも、地元の方の強い意志で浜織祭は開催されました。多くの若者が戦地へ赴き、みこしの担ぎ手が足りない中、寒川に駐屯していた陸軍の隊員41名が応援に加わったそうです。地元の方の浜織祭にかける魂、誇りを感じる当時の資料です。貴重な資料に触れ合える寒川文書館の企画展浜織祭寒川の記録資料からは7月26日日曜日まで開催しています。続いてはとっても大切な特定健康審査についてのお知らせです。茅ヶ崎市役所保険年金課の野沢さん、よろしくお願いします。はい、保険年金課の保健師の野沢と申します。はい、特定健康審査とは、医師との問診、身長体重とお腹周りの測定、それに血圧測定や、脂質検査、肝機能検査、血糖検査、腎機能検査など、様々な検査を行います。特定健康審査の対象となる方を教えてください。はい、40歳から74歳までの国民健康保険に加入されている方には、このようなお知らせをお送りさせていただいております。何かありましたら保険年金課までご連絡ください。とっても格安で受けられる茅ヶ崎市の特定健康審査ぞよ。受診しないともったいないぞよ。特定健康審査は8月31日までとなっております。終了間際の8月下旬は大変混み合いますので、早めの受診がおすすめです。どうぞよろしくお願いします。特定健康審査について詳しくは茅ヶ崎市役所保険年金課までお問い合わせください。続いては犬の新しい観察についてのお知らせです。環境保全課の三橋さん、よろしくお願いします。はい、環境保全課三橋です。茅ヶ崎市の犬の観察が新しくなりました。集合駐車会場で最も人気の高かったデザインが採用されました。犬の観察は市に登録されている犬であることを明らかにするものです。従来のデザインから新たなデザインへ変更することにより、飼い主の皆様に観察の必要性について再認識していただくために実施しました。ではデザインの特徴を教えてください。はい、色は茅ヶ崎の海をイメージしたマリンブルーになりました。茅ヶ崎市では新観察の無料交換を8月31日まで実施しています。その他、狂犬病予防注射接種済みを明らかにする注射済み表は、従来のデザインに茅ヶ崎市広報キャラクターの僕、エボシマロがプリントされているぞよ。なお、無料交換には犬の観察と愛犬手帳が必要となります。詳しくは茅ヶ崎市役所環境保全課までお問い合わせください。
ぜひ無料交換に来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。続いては茅ヶ崎のイベント情報です。今回はお得な情報から夏の楽しいイベント情報が満載です。まずは茅ヶ崎プレミアム付き商品券の予約申し込みについてのお知らせです。茅ヶ崎プレミアム付き商品券は1冊1万円で500円の商品券が24枚入っています。1万円で1万2000円のお買い物ができるプレミアム付きです。今回は全て予約販売です。お一人様最大5冊までの予約申し込みが可能です。商品券の予約申し込みは7月29日水曜日までです。詳しくは茅ヶ崎プレミアム付き商品券コールセンター電話 0466-205345 までお問い合わせください。続いては8月1日土曜日に開催される第41回サザンビーチ茅ヶ崎花火大会のお知らせです。時間は夜7時30分から8時20分までです。悪天候の場合は翌日に延期となります。詳しくは茅ヶ崎市観光協会電話 84-0377 までお問い合わせください。続いては8月2日日曜日中央公園で開催される何でも夜市のお知らせです。フリーマーケットや飲食、模擬店ゾーン、恒例の中学生による屋台村、思いやりビレッジが開催されます。野外映画や盆踊り、ニュースポーツ、スズムシの無料配布なども開催します。時間は夕方4時から夜8時までです。詳しくは茅ヶ崎市役所市民自治推進課までお問い合わせください。続いては8月18日火曜日と26日水曜日に開催される茅ヶ崎夏の農畜水産物買い物ツアーのお知らせです。茅ヶ崎市内の生産者を回って農畜水産物を購入したり収穫体験をしたり施設見学を行います。18日火曜日は子ども優先日、26日水曜日は大人優先日となっています。お申し込みは7月31日までです。詳しくは農業水産課までお問い合わせください。以上、茅ヶ崎の夏のイベント情報でした。茅ヶ崎のお得なイベント、楽しいイベントにみんなでお出かけしましょう。以上、ハーモニアスニュースでした。